2021年11月、監督就任会見でド派手な衣装を身にまとい、ビッグボスと呼んでくれと前代未聞とも言える発言でその存在を世間に印象付け、日本中の注目をかっさらった男がいます。彼の名は新庄剛志。新聞やテレビなどのメディアはこぞって日本ハムの新監督である新庄監督を取り上げ、彼の言動は世間を賑わせており、監督就任してまだ1ヶ月も経たないうちから来季の日本ハムはどうなるのか楽しみだと野球ファンも期待に胸を膨らませています。派手なパフォーマンスで目立ちたがり屋な印象の強い新庄監督ですが、彼の側近にいた人たちからは意外な新庄像が透けてきます。日本ハム時代の新庄選手について、当時のヘッドコーチ白井和之さんは次のように語っています。当初は単なる目立ちたがり屋なのではないかと思っていたが、実際は全く違い、常にチームの勝利、ファンに喜んでもらえることを最優先にしていた。彼はチームの勝利最優先の精神を徹底して貫き、自分が三振してもチームが勝てば素直に喜べる選手だった。白井和之さんが語るように、新庄監督のパフォーマンスは単に自分が目立つためだけのものではなく、ファンのため、チームのため、誰かのためにあえてそうしているそうです。本動画ではそんな新庄監督の幼少期から選手時代のエピソードについて語っていきたいと思います。派手なパフォーマンスによって誤解を招きやすい新庄監督ですが、彼の裏の顔や人となりが分かるように動画を作っておりますので、最後までぜひご覧いただければと思います。この動画がいいと思った方はぜひ高評価グッドボタンを押していただければと思います。また現役時代の新庄選手について、また新庄監督について皆さんの思いをこちらのコメント欄にコメントしてください。新庄監督ってこんな人なんだ、新庄さんの本当の人柄をもっと世の中の人に知ってほしいという思いでこの動画を作っているので、あなたのコメントでこの動画のコメント欄を盛り上げていただければと思います。天性の目立ちたがり屋とも思える新庄監督はどんな幼少期を送っていたのでしょうか。長崎県で生まれた新庄監督は幼い頃から運動神経抜群の子供でした。生後10ヶ月で歩き始め、6歳の時には大人よりも遠くへ石を投げられるほどの肩の強さを持っていたといいます。そんな新庄少年を野球の道へ誘ったのは父である秀俊さんでした。破天荒で厳しい性格だった秀俊さんは、お前はスポーツで金を稼ぐから勉強はするなと新庄少年に言い聞かせ、毎日のように運動神経や体力を鍛えるための特訓を課しました。まだ小学校低学年だった新庄少年に向かって剛速球を投げ、後ろに反らせば球を拾いに走らせるという練習もあったそうです。そのようにきつい特訓でも新庄少年は泣きながらボールに食らいつきました。どれだけ辛くても決して弱音を吐くことはなかったといいます。父親の秀俊さんには叶えられなかった夢がありました。それはプロ野球選手になるという夢。自分が果たせなかったその夢を息子なら叶えられると信じて託したのです。そして物心ついた時にはプロ野球選手になるという大きな夢が自然と新庄監督自身の夢にもなっていき、見事にその夢を実現させたのでした。この頃から新庄監督にとって誰かの期待に応える、自分が頑張ることで誰かを喜ばせるということが自分が野球を頑張るためのモチベーションになっていたのです。新庄監督にとって一番目のファンは父親の秀俊さんでした。父親の秀俊さんについて新庄監督は後にこう語っています。やっていることはめちゃくちゃだけど、仕事をして帰ってきて疲れたとか今日は休みなんて絶対に言わないところは尊敬していたんですよね。仕事の厳しさ、仕事をやり抜くことの大切さ、かっこよさを僕は親父の背中を見て学んだんだと思います。新庄監督のいつでもポジティブに野球界を盛り上げていこうという姿勢は父親の影響が大きいのかもしれません。小学3年生からは小学校のソフトボールチームに入団します。やはり新庄監督の俊足強肩は同年代の選手の中ではずば抜けていて、最終的にはキャプテンでエースで4番という立ち位置までに上り詰めました。当時から目立ちたがり屋だった新庄少年はジャンピングスローなどの派手なプレーを好んでいたといいます。新庄少年は持ち前の高い運動神経と高度なテクニックを鍛え、そういった派手なプレーを可能にしていたのです。新庄監督が小学校6年生の頃、チームは町内対抗のソフトボール大会に参加しました。しかし惜しくもサヨナラ負けを喫してしまいます。その時新庄少年はあまりの悔しさに泣きながら審判に詰め寄りました。
なだめる監督を振り払い、必死に誤審だと訴え続けたのだといいます。実際に誤審だったかどうかは不明ですが、当時の審判も監督もこんなに負けず嫌いな子供は見たことないと驚くほどの剣幕だったそうです。新庄少年があまりにも悔しがっていたため、それを見た監督は、そんなに悔しいのなら自分が監督を引き受けるから少年野球チームを作ってその悔しさを晴らそうと持ちかけました。すると新庄少年は2日後にはチームメンバーを集め、チーム名やユニフォームのデザインも自分で決めてきたというのです。このようにして長岡ファイターズという野球チームが誕生しました。新庄監督はこの頃から周りを巻き込んでチームを率いていくというリーダーシップがあったのです。長岡ファイターズは結成後1ヶ月で県内3位まで上り詰め、後に新庄監督以外にもプロ野球選手を輩出するなどの実績を残しています。また派手な衣装を身にまとっていたり、高級車に乗っていたりとセレブなイメージが強い新庄監督ですが、少年時代はとても貧乏な暮らしをしていたのだといいます。スポーツ用のスパイクを買うお金もなく、野球をするのに学校の上履きを履いていたこともあったとか。それでも道具がないことを言い訳にしたりせず努力を積み重ねました。ここにも一生懸命で負けず嫌いな性格が現れています。中学校に進学すると新庄少年は軟式野球部に所属します。ここでも並外れた強肩と走力を武器に大活躍、早々にレギュラーを獲得し、その実力を見せつけていました。しかし当時の監督は新庄少年があまりにも順調に行き過ぎていることを心配していました。ハメを外したり努力を怠ったりしないように試練を与えます。新庄少年が中学2年生の時、なんと当時中心選手として活躍していた新庄少年を全国大会でベンチ入りメンバーから外したのです。これを受けて当時の新庄少年は部屋にこもって泣き続けたのだといいます。それくらい悔しかったのでしょう。そして監督の狙い通り、新庄少年は腐ることもなく悔しさをバネにしてさらに成長していきました。高校は野球の強豪である西日本短期大学附属高等学校に進学し、硬式野球部として寮生活を送りました。熾烈なレギュラー争いの中、100メートルを11秒7というタイムで走ったという走力と持ち前の強肩を鍛え上げ、3年生の時にはエースで4番を任されるようになります。新庄監督の野球センスは抜群で、この頃からプロ野球へ行くことを公言していたそうです。当時のチームメイトで現在は母校の野球部監督を務める西村慎太郎さんは、後のインタビューで新庄少年について次のように語っています。新庄の高校時代は練習していたイメージしかありません。とても真面目に練習しているんです。いつも夜中までバットを振っていました。とにかく肩が強くて体力もすごかった。あいつほどの肩は見たことがない。ホームベースからレフトに向かって遠投するとネットを越えてしまうんです。120メートルは投げてましたね。100本ダッシュのメニューでも約50人の部員で規定のタイム内で走り切れるのは新庄ぐらい。中学の練習の方がきつかったと涼しい顔で、バーベルも百数十キロを軽々と上げていました。こういうやつがプロになるんだろうなと思いました。しかも突出してうまいのに他のチームメイトのことは責めない性格でした。そんな新庄少年の努力は公式戦でも遺憾なく発揮されています。高校3年時の甲子園予選福岡大会4回戦ではワンヒットでサヨナラ勝ちを決められる場面で、新庄少年に打席が回ってきました。そんな緊張する場面で新庄少年はフルカウントからの外角高めのストレートをセンター前へ弾き返したのです。本人はインタビューでホームランを狙っていたと話しました。狙い通りとはいきませんでしたが、新庄少年の勝負強さを表すような見事なサヨナラヒットでした。さらに福岡大会の決勝ではサイクルヒットを達成。チームは惜しくも優勝を逃し、甲子園出場とはならなかったものの、新庄少年はその存在感を見せつけました。そしてその年の秋、ドラフト会議で阪神タイガースにご意指名を受けます。当時阪神のスカウトを担当していた横水をスカウトによると、新庄監督の能力評価は打力 B、 走力 A、 肩力特選 A というものだったそうです。長年スカウトをしていた横水をスカウトでしたが、高校生の選手に肩力特選 A の評価をつけたのはこの時が初めてでした。新庄監督は高校生にしてベテランスカウトをうならせるほどの能力を秘めていたのです。それはもちろん新庄監督が人知れず努力を重ねてきた結果でした。さて次はプロ入り後の新庄選手の活躍について見ていきたいと思います。1990年、
念願のプロ入りを果たし阪神タイガースへ入団した新庄選手でしたが、1年目2年目ともに2軍で過ごす時間がほとんどでした。3年目も出場選手枠から漏れ、レギュラー陣が故障した時の補欠としての立ち位置に甘んじることとなりました。しかしそんな補欠要員だった新庄選手にチャンスが巡ってきます。当時阪神タイガースの主砲として活躍していたトーマス・オマリー選手が負傷したのです。急遽1軍に昇格した新庄選手は7番サードとして横浜ベイスターズとの試合に出場しました。そしてその1打席目、彼はスター選手ならではの勝負強さを見せます。なんと初球をレフトスタンドへ運んでしまったのです。甲子園にはどっと大歓声が巻き起こりました。最終的にこのホームランが決定打となり、チームは勝利しました。その際、プロ野球選手として初めてのヒーローインタビューを受けた新庄選手は、嬉しさをにじませながら次のように語っています。打った瞬間、入ったのかどうかわかりませんでした。けど、ファンの方の声援が打たせてくれました。しかし、試合前に意気込みを聞かれた際には、記者からのインタビューに対して、初打席、狙ってますよ、ホームラン。だって目立つじゃないですか、と話していたそうです。なんとも新庄選手らしい予告ホームランはタイガースファンの心をがっちりつかみました。一軍選手として最高のスタートダッシュを切った新庄選手の快進撃はその後も続きました。プロ初となる猛打賞、シーズン初出場からの12試合連続安打、サヨナラヒットなどの活躍が光り、やがてタイガースファンからはプリンスと親しみを込めた愛称で呼ばれるようになっていきました。打順は安定して5番から7番を任され、守備位置を内野から外野へ打つと俊足を生かしてセンターへ定着しました。持ち前の甘いマスクも手伝って新庄選手の人気は急上昇していきました。新庄選手宛に届くファンレターの数は1日に段ボール1箱分にも及んだといいます。新庄選手のファンは新庄ギャルなどと呼ばれ、試合のある日には新庄選手を一目見ようと出待ちするファンも多く、当時住んでいた球団寮に戻ることすらできないほどの人気ぶりだったそうです。新庄選手は人気だけでなく、もちろん実力も伴っていました。プロ4年目となる1993年には球団最年少での先発4番を任されます。同年にはベストナインへの選出、ゴールデングラブ賞も受賞しました。そんな新庄選手ですが、1995年末の契約更改交渉後の会見にてとんでもない発言をして世間を賑わせます。なんと野球のセンスがないと言って突然引退を表明したのです。これには報道陣やファンも大変驚き、野球界に衝撃が走りました。しかし後に新庄の引退騒動宣言とも呼ばれるこの騒動は2日後には収束します。引退発言を受けてショックを受けた父親が倒れたとの知らせを受けた新庄選手はプロ野球選手としての道を歩み続けることを決意したのです。その際の会見で新庄選手はこう語りました。ユニフォームを着ている姿を見せるのが父親への一番の薬だと思ったんです。自分の人生どうこうじゃなく、命には変えられませんから。やはり幼い頃から一緒に夢を追い続けてきた父親に恩返しをしたいという思いが強かったのかもしれません。新庄選手の親孝行な一面とともに、自分ではなく誰かのために野球をやるのだという価値観が現れた出来事でした。この騒動の裏には当時阪神タイガースで指揮をしていた藤田平監督との衝突があったといいます。新庄選手が怪我の治療に専念しようとしていた時に、そんなやわな考えではダメだと四国黒潮リーグへ出場させられたり、慕っている柏原打撃コーチをクビにしたことで藤田監督への不信感を募らせていたそうです。しかし引退理由を誰かのせいにしたくないという思いから、新庄選手はセンスがないので辞めるという言葉を選んだと後に語りました。当時のチームメイトで兄貴分でもあった亀山勉選手は、あいつ何も練習しなくても独走でしょ、一生懸命練習しても俺はかなわない、すごいセンスだよ、どこがセンスがないやと笑いながら話していたといいます。そして阪神時代の新庄選手を語る上で外せないエピソードがあります。1999年6月、その日は首位を争っていた巨人との一戦でした。お互い一歩も譲らず同点のまま延長12回へ突入。12回裏の攻撃で阪神はワンアウト1・3塁のチャンスを作ります。ここで打席が回ってきたのが4番の新庄選手でした。相手バッテリーは新庄選手を警戒して敬遠を選択。普通ならそのままフォアボールで一塁に進むはずでした。しかしなんと新庄選手は敬遠球を打ち三遊間を抜いたのです。甲子園に詰めかけた大勢のファンは一時騒然とした後大歓声を上げました。
野球史に残る劇的なサヨナラヒットでした。試合後、インタビューを受けた新庄選手ははにかみながら次のように語っています。もちろん狙ってました。前に敬遠された後、柏原打撃コーチと相談して打てる球が来れば打っていいか確認したんです。この前の練習日には高めの球を打つ練習もしたんですよ。ショートがセカンドベース寄りに守っていたので、三遊間に転がせばヒットになると思っていました。敬遠と思い込んでショートの気も抜けていただろうし、もうできませんよね。これは1回だけ。一見思いつきでやったようにも見える型破りなプレーですが、その裏には戦略的な意図があり、劇的なサヨナラヒットの裏にはきちんとした練習と事前準備から来る確かな勝算があったのです。日本では圧倒的な人気を誇って順調にスターガイドを走っていた新庄選手でしたが、さらなる成長と活躍を求めてメジャーへの挑戦を決めました。2001年、新庄選手はイチロー選手と時同じくして海を渡ります。当時阪神タイガースは5年で約12億の契約を持ちかけたとされていますが、そんな好条件を蹴って新庄選手はメジャーリーグへの挑戦を選択しました。入団を決めたのはニューヨークメッツ。背番号は阪神タイガース時代と同じく5を背負ってのメジャー挑戦でした。新庄監督のメジャー挑戦は当然大きな話題を呼びました。取材に詰めかける日本人メディアの多さやその話題性の高さに、ニューヨークタイムズは日本のジェームズ・ディーンが来たとアメリカのトップ俳優の名前を挙げてその人気ぶりを表現したほどです。話題性だけでなく、新庄選手はメッツでも実力を発揮していきます。移籍後のオープン戦での成績を評価され、徐々にレギュラーの座を確かなものにしていきました。そして開幕戦ではスタメンにこそ選ばれなかったものの、しっかりと存在感を示します。開幕戦となったブレーブスとの試合で8回のダイソーから途中出場しました。ダイソーでは持ち前の俊足を飛ばしてタッチアップで2塁を奪い、レフトの守備ではダイビングキャッチを見せます。延長10回のメジャー初打席ではセンター前にヒットを放ち、走攻守全ての面で存在感を示しました。2日後の4月5日の同対戦では7番ライトとしてメジャー初のスタメン出場を勝ち取ります。4月9日の本拠地ニューヨークでの試合では初ホームランを放ちました。また一時は左太ももの故障で戦線離脱しましたが、復帰後の7月22日のフィリーズ戦ではホームラン性の誰もが抜けると思ったという大きな当たりを背走しながら振り向くことなく背面キャッチをするファインプレーを披露し、球場の観客を大いに沸かせました。このプレーは殿堂入り選手であるウィリー・メイズのザ・キャッチを彷彿させると報じられ称賛されました。シーズン序盤は途中出場も目立ちましたが、実績に伴ってレギュラーとなっていき、打順は7番、6番、1番、3番、4番などその他の選手の起用と相まって様々な打順を任されていました。言葉の通じない海外でも臆することなく野球を楽しむ新庄監督の様子はメディアから新庄とエンジョイから来る造語新庄イと評され、現地のファンからも親しまれました。この年にはトップス社という企業が今季ルーキーで活躍した選手で作るトップスルーキーオールスターチームというメジャーの新人ベストナインとも呼ばれる名誉ある賞を受賞しています。新庄選手はメジャー1年目から世界の野球界に受け入れられるほどの実力と魅力を持っていたのです。メジャーでは活躍している伸び盛りの選手によくあることなのですが、新庄選手も前年の活躍が評価され、メジャー2年目の2002年にはトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍します。起用された1番打者としての打撃は不振が続きましたが、5月モントリオールエクスポズ戦で驚異的な守備力を見せつけました。ジャイアンツが1点リードした状態での8回裏の守備でチームはワンアウト1塁のピンチを迎えていました。しかし長打に警戒が必要なその場面でライトへフェンス直撃のヒットを打たれてしまいます。それに加えてライトの選手がクッションボールの処理にもたついてしまい、それを見た1塁ランナーは一気にホームを狙います。そこで駆けつけたのがセンターを守っていた新庄選手でした。新庄選手はすぐさまフォローに入り、ホームベースまで約90メートルの距離をワンバウンドで送球して一塁ランナーを見事アウトにしたのです。このプレーはスタジアム中を熱狂の渦に巻き込みました。会場のボルテージは最大級で、興奮したファンがグラウンドに乱入してくるほどでした。チームはそのまま勝利を挙げ、メディアには新庄の肩が試合をセーブしたなどと報じられ、相手の監督であったフランク・ロビンソンもこのプレーを称賛しました。
そうした活躍もあり、7月のオールスターゲームファン投票では100万票以上を得てナ・リーグ外野手部門第4位に輝きました。しかしその後は右太ももの怪我に苦しめられます。新加入の選手にセンターのレギュラーを奪われるなどして先発出場の機会も激減していきました。出場機会を求めた新庄選手は2003年に古巣であるニューヨークメッツへ復帰を果たします。オープン戦では結果を残したものの、当時メッツを率いていたアート・ハウ監督からはその後レギュラーを外されてしまいます。キャンプで必死に頑張る若い選手を見た新庄選手が、自分の代わりに彼らにチャンスを与えてほしいと自ら監督に申し出たことで、新庄は消極的な選手だと受け取られてしまったことも一つの要因だったようですが、白人至上主義者とも呼ばれたアート・ハウ監督との間で大きな確執があったそうです。さらに自身も怪我の影響でなかなか思うようにプレーができず、24打席連続ノーヒットを記録するなど次第に低迷していきました。そしてついに故障によらないマイナー打ちを経験することになります。マイナー打ちについて新庄選手も、あのような成績でメジャーにいるのは恥ずかしかったとコメントしています。しかしマイナーリーグでの経験は新庄選手にとって無駄なものではありませんでした。当時について新庄選手は次のように語っています。マイナー落ちは僕の力が足りなかったと思うしかない。ただマイナーに落とされたことも含めて今年が一番いい勉強になったシーズンです。昇格を夢見て頑張る若い選手との交流などを経験し、気持ちを新たにすることができたのかもしれません。その年を最後にアメリカでの挑戦は幕を閉じ、日本プロ野球界へ復帰することになりました。2004年日本に帰国した新庄選手は、最も熱のこもったオファーがあった日本ハムファイターズへ入団すると、その入団会見で次のように語りました。これからはメジャーでもないです、セリーグでもないです、パリーグです。日本ハムに入ってやりたいことは札幌ドームを満員にすること、そしてチームを日本一にすることですと大きな目標を語りました。当時のファイターズは成績不振に加え、本拠地を東京から札幌に移したばかりでした。北海道民からの知名度もいまいちで、これからファンを獲得していかなければならないという時期だったのです。だからこそ新庄選手はプレー以外でも球団に貢献することを目指します。ご存知の方も多いかもしれませんが、試合前のシートノックにスパイダーマンやゴレンジャーの被り物で現れたり、札幌ドームの天井からミラーボールとともにゴンドラに立ちながら登場したり、脱出&瞬間移動のマジックを披露したりもしました。また2004年に開催されたオールスターゲームでは、球界の歴史に残るスーパープレーを見せてくれます。3回裏の攻撃、三塁ランナーだった新庄選手はキャッチャーがピッチャーに返球した瞬間にスタートを切り、ホームにヘッドスライディングをして見せたのです。ピッチャーからすぐさま送球されましたが、判定はセーフ。オールスターゲーム史上初となる単独ホームスチールを記録しました。実はこのプレー直前、新庄選手は三塁の塁上からベースコーチやベンチに向かって合図を送っています。実は事前にベースコーチや対戦相手であるセリーグのベンチの古田敦也選手や山本昌選手などに対してホームスチールをしてもいいかと相談をしていたそうです。そして彼らからゴーサインをもらっていたのだといいます。無謀なホームスチールは失敗すれば試合をしらけさせてしまっていたかもしれません。ただ新庄ならやってくれるというコーチや他の選手からの信頼がこのスーパープレーを生み出したのです。以前日本ハムファイターズの統括本部長を務めていた三沢今朝春さんは、当時の新庄選手について次のように語っています。最初はチームから浮いてしまうんじゃないかと心配していましたが、そんなことはなかったです。新庄の姿勢は他の選手にもいい影響を与えました。誰もが自分のプレーに対するこだわりを大事にするようになり、そして積極的にファンサービスに取り組むようになったんです。新庄が日本ハムのイメージを変えてくれたんだと思っています。新庄劇場とも呼ばれるこのようなパフォーマンスは時に批判されることもありました。それでも新庄選手はファンを楽しませることを一番に考えていたのです。ファイターズのチームメイトだった岩本勉さんは、当時の新庄選手についてインタビューで次のように語り、彼の実行力や陰で努力する姿を称賛しています。新庄は現役時代派手なことをたくさんしましたが、思いつきではなく裏で徹底して根回しをしていました。僕に言わせれば彼は根回しオタクですよ。例えば敬遠球を打って阪神がサヨナラ勝ちした試合、新庄は日頃から敬遠球を打つ練習を繰り返していたから
成功したんです。打てそうな敬遠球を打っていいか野村克也監督にも事前に相談し OK を取り付けていました。根回しができるのはすなわち実行力があるということ。新庄は面倒な根回しをしてまで実行する男です。派手なことをして結果が伴わなければ世間の目は厳しくなる。派手なことができたのは普段から勝ちにこだわり批判されるリスクを背負う覚悟があったからでしょう。そもそも新庄は日米通算で1524安打225ホームランを放っている。勝ちにこだわって努力を重ねていかなければ到達できない数字です。でも新庄はそれを口にはしない。現役時代も隠れてものすごい練習をしていて、僕がチームメイトだった時も朝早くトレーニング場に入ると新庄はもっと早く来てウェイトトレーニングをしながら痛めた太ももを入念にメンテナンスをしていました。彼は本当は勝ちにこだわりまくるのにその過程を見られたくない人間なんです。新庄選手の派手なプレーの裏には地道な努力と周到な準備があったことがよくわかります。さて新庄劇場のパフォーマンスの一つに入団初年度よりファンサービスの一環として始めたホームランを打った時のインタビューにて独特の打法を命名するというものがあります。打ったところにボールが来た打法、俺を育ててくれたこの球場に感謝打法などユニークな命名をしていた新庄選手が2006年のある日こんな命名をしました。28年間思う存分野球を楽しんだぜ、今年でユニフォームを脱ぎます打法。新庄選手なりのユーモアあふれる引退宣言でした。シーズン序盤は調子の上がらなかったファイターズでしたが、新庄選手の引退宣言を受け選手たちも奮い立ったのでしょう。チームは一気に好調の波に乗り、6月にはなんと11連勝を挙げると、シーズン終盤の9月にはパリーグの首位に躍り出ました。続くクライマックスシリーズでもファイターズは劇的な試合を見せてくれます。福岡ソフトバンクホークスとの第2戦、これを取ればファイターズの優勝が決まるという一戦は0対0のまま最終回までもつれ込む接戦でしたが、ファイターズは9回裏に決死の得点を挙げサヨナラ勝利を収めました。新庄選手の引退をなんとか優勝で飾りたいという思いがファイターズを一つにしリーグ優勝を手繰り寄せたのです。そしてついに迎えた中日ドラゴンズとの日本シリーズでもファイターズの勢いは止まりません。第1戦はドラゴンズのピッチャーに抑えられてしまったものの、第2戦目は逆転勝利を収め、第3戦、第4戦ともに3点以上の差をつけて勝利します。引退前に有終の美を飾った最後の試合は2006年10月26日、ドラゴンズとの日本シリーズ第5戦。新庄選手自身の最終打席は大きくフルスイングをして三振に終わりましたが、新庄選手は晴れやかな表情をしていました。そしてレフトの森本一人選手がウィニングボールを掴んだ瞬間、ファイターズは日本一を決めたのです。この優勝は新庄選手にとっては自身初、そしてファイターズとしてはなんと44年ぶりの日本一でした。大歓声の中、森本一人選手はウィニングボールを手にマウンドではなく真っ先に新庄選手のいるセンターへ向かって走り出します。2人は左中間で抱擁し優勝の喜びを分かち合いました。日本一を喜び合う選手たちがマウンドに集まる中、新庄選手は感極まって涙を流しセンターの守備位置から動くことができませんでした。それを見たチームメイトは新庄監督を迎えに外野へ走り出します。チームの誰よりも先に新庄選手が胴上げをされ、満員の札幌ドームは大歓声に包まれました。新庄選手はファイターズの入団会見で掲げた札幌ドーム満員とチームの日本一という2つの目標を共に達成して華々しくユニフォームを脱いだのです。あまりにもかっこよすぎる引退でした。さていかがだったでしょうか。父親に託されたプロ野球選手になれという夢から始まった新庄選手の野球人生。父親の夢はいつしか自分自身の夢となり、そして裕福とは言えない家庭で育ちながらも自らの夢を支えてくれた家族のため、応援してくれるファンのためにプロ野球選手として活躍してきた新庄剛志選手。エンターテインメント性の高いド派手なプレーやパフォーマンスは野球ファンの記憶に今でも鮮明に残り続けています。しかしその裏には隠された地道な努力と用意周到な根回し、そして誰かのためにという強い覚悟がありました。派手なパフォーマンスだけでなく実際に結果を出してきた新庄選手だからこそ周囲から信頼され、たくさんのファンに受け入れられてきたのでしょう。ビッグボス新庄監督の監督として指導者としての活躍からも目が離せません。今後新庄監督がどんな手腕を発揮してファイターズを率いていくのか楽しみですね。
今回の動画では新庄選手の幼少期から現役時代について語っていきました。次回新庄剛志物語パート2では現役引退後の生活から監督就任に至るまでの物語をエピソードを交えながら語っていきます。調べれば調べるほど新庄監督の情熱的な人柄や常識にとらわれない豊かな発想力、誰よりもファンを大切にする圧倒的なサービス精神に感動しました。動画を作っている最中にもワクワクしてくるような内容なので、ぜひ新庄剛志物語パート2も楽しみに待っていていただければと思います。このチャンネルではプロ野球選手の表には出てこない裏の一面を知ってほしい、選手の人柄を知ればもっと野球が楽しくなるはず、そんな気持ちでこの動画を作っているので、あなたのコメントでこの動画のコメント欄を盛り上げていただけると幸いです。このチャンネルでは今後も新庄選手のことや私が好きな野球選手のことについて取り上げていくので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。